田 FM 山小屋ストーリーズ、矢部花江です。今回は毎週日曜朝7時30分から8時までお送りしている山小屋ストーリーズの特別編、貝駒ヶ岳七条小屋の管理人で登山家の花谷康弘さんに、今ご自身が力を入れて取り組んでいる山梨県北杜市の地域の活性化、登山文化の継承と発展のための活動についてお話を伺った模様をお届けします。そうですね、今、特に今年は僕は特にこれにものすごく力を入れようかなと思ってるんですけど、今までは小屋を引き継いで今年で6年目になるんですけど、とにかくその黒塔根に人がまたたくさん来るようにっていうことで、山小屋の PR っていうよりもその黒塔根がこんなに素晴らしいとこですよとか、そういった観点でずっと発信を続けてて、おかげさまで人がたくさん増えたんですけども、当然のことながらその人が増えることによって登山道はやはりこう人が増えれば増えるほど少しずつ荒れていった状況になってて、で実はそれにとどめを刺したのが台風19号ですね。2019年の時に南アルプスは今でもその19号の影響で林道が寸断されたりとか、そういった場所も多いんですけども、それで一気にとどめを刺されたようなところがあり、でその後コロナにもなりって言って、これどうしたもんかなっていうふうに思ってて、でなんとかそのこの状況をどうにかしないと、もうこれは将来的にねこの登山道を使い続けるっていうのはもうできなくなるんじゃないかなっていうふうに思って、でも自分にはその登山道整備の技術もなければ、変な話そんなもう他のことで精一杯だったので、そこまでその手も回せないしどうしたもんかなって思ってた時に、これもやっぱりそのノースペースさんとの包括連携、これがやっぱりすごく生きてですね、でやっぱりノースペースさんの方も今後やっぱりその登山道の管理っていうのを真剣に考えていきたいよねっていう立場だったので、じゃあなんかちょっと一緒に協力してやってもらえませんかねっていう話になって、で実は北海道の大雪山っていうところがあってですね、そこで登山道整備を手掛けてる人たちがいるんです。大雪山山盛り隊っていう人たちがいるんですけども、その人たちを先生に呼んで登山道整備のことをこう取り組んでいったらいいんじゃないかなっていうことになって、大雪山って、私は15年ぐらい前に登りましたけど、ものすごく道が綺麗だった記憶があります。ああ、そうなんですね、だからそれを一生懸命手掛けてる団体ですよね、その人たちにこう教えをこうというかね、いろいろアイデアをいただくっていうか、そんなことをしてます。で、やっぱりね、登山道そのものってやっぱりすごく今やればやるほどいろんな壁にぶち当たるんですけども、結局今まではなんか地域の人が元気だったりとか、山小屋も一生懸命整備に手を出してたりとかしたんですけど、結局地域の山岳会もどんどん高齢化が進んで人がいなくなっていっちゃったりとか、山小屋もこのコロナでさらに人手不足が加速していきとかってなってくると、じゃあ誰が今後整備していくのかなっていうふうに考えてた時に、とても今までの仕組みだとやりきれない、お金もなければ人もいなくなっていくのが目に見えているので、今まで支えてた仕組みっていうのをもう根本から変えないと、もうこれはもう登山道は維持できないんじゃないかなと思って、で僕が今始めてるのは地元の自治体もそうなんですけども、それとアウトドア事業者であるノースペースさんであったりとか、アウトドアブランドだったりとか、僕らのような山小屋の事業者だったりとか、あとはガイドさんですよね、山岳ガイドさん、山を生業にしている人たちで、それとあと山に登ってきてくれる人たち、登山の人たちですね、この地元の人、事業者さん、それから登山者さん、この3つを新しいというか、受益者ということで、このみんなで登山道を維持する仕組みを作れないかなというふうに思って、今そういうことを始めてますね。登山道の整備ってあんまりこうイメージが湧かないんですが、登山道歩いてる時に、例えばこの石一個一個きれいに並んでるけども、これも人の力で一個一個よいしょよいしょって持ってきたんだな、で形を考えてこういうふうに並べたんだな、そして積み上げたんだなっていうふうに思って歩くことしかないんですが、なんかその実際に登山道整備をやるってなった時に、その動きとしては本当にそういったことになるんですか？そうですね、石があるところでだったら石を使うし、
木があるところだったらまあ木を使う、まあそんな感じなんですけど、じゃあ実際にそのちょっとここに段差が大きいところがあるとして、その段差を解消する階段を作るとなった時に、できるもんなら一緒に作ってみたいとかっていうふうに思いませんか？ああ、それはここの段差私一緒に作ったんだよっていうふうに。そうなんですよ。その後でも愛着湧きそうだし、そうですね、楽しそう。そこがねやっぱり僕が目指しているところで、自分がやっぱりその山小屋の管理人になって一番その意識が変わったところってそこなんですよね。やっぱりその開墾馬ヶ岳の道を何とかして守っていきたい、良くしていきたいっていう思いっていうのは、やっぱりそこの道直しとかに手掛けてるっていうことなんですよね。で、そうすると一般の人も同じだと思うんですよね。例えばそんな高い山でなくてもいいんですけど、もう本当に近所の山でも、そこの山にこう自分が手をかけた何かが残るってなると、もう全然山の見方が変わりますよね。まずもうこの山は私が作った道がある、うん、でやっぱりそれで一度そこにこう手をかけるとやっぱすごく気になるじゃないですか、うん、だからあそこどうなってるのかなって見に行ったりとか、うん、でなんならなんか友達連れて行ってこれ私作ったのよって言いたくもなるし、そうですね、もうねやっぱり圧倒的にその愛着の湧き方というかね、そういうのが全然変わってくると思うんですよね、うん、そういう思いがある人実は多いと思うんですよ、うん、やってみたいんだけど、うん、だけど実際じゃあそれできるかっていうと、なかなかどうやっていいのかもわからないし、やらせてくれるようなところもなければ、まあ今ちょっとずつそういうのは増えてきましたけども、携わりたくてもなかなかその機会がなかったりするので、だったらなんかそういうの僕らもやっぱ人手も必要なので、じゃあ一緒にやりましょうかっていうような、なんか仕組みになっていければいいなと思って。素敵ですね。しかもその関わるってことは、山小屋でこの1年間働きますっていう覚悟はないとできないんだよなって私は思ってたりしたので、うん、それをちょっと行った時に、うん、その登山工程の中でその参加するっていう時間もあるみたいな参加の仕方があるんで、そうですね、もうね、そのためだけに山に行くってもいいと思うんですよ。もうそれぐらい面白いですね、実際にやってみるとね。まあ、大変なことも多いんですけど、でまあ、その時にただ手を出すっていうのではなくて、ちゃんと一つのこう考え方を持ってやりたいなと思って、うんうんうん、その時に今僕らも教えてもらっている大雪山の山守り隊っていうところでやってる、その岡崎さんっていう人がやってるんですけども、その彼が提唱しているやり方が近自然工法っていう。どういう字を書くんですか？自然に近いです。工法は工事の仕方、ね、工事の仕方か。そうです、はい、そういうやり方でやってて、一番大事にしてるのは、僕らは人のためにやってるんではないんですよね、それは、うん、やっぱりその自然環境をできるだけ元に戻していく、回復させていく、はい、そのための手段としてこのやり方を使ってる、まあ、つまり僕たちが道を歩けば、まあ、例えば目の前にぬかるみがあったら、みんなそのぬかるみ突っ込んでいく人いないですよね、はい、ぬかるみがあったらそれを避けて脇にちょっとでも歩きやすいとこ行ったらそこ行くじゃないですか、はい、でもそこからどん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 人が踏んだ跡が広がっていって、あるはずもないところにまた道ができちゃって、でもそこに雨が降ると崩れていく原因になって、そこに何年もかけて生えてた植物が消えていってしまって、まあ悪循環なんですよね。なのでそういったのをできるだけ元に戻して、元にあった自然に近い状況に戻していく、うん、そのために道を直す。人間はだからその二次的な恩恵を受けるというか、うんうんうん、登山道整備ってなるとなんかとてもありがたがられるところもあるんですけども、実は僕たちはそういうのではなくて、やっぱり山の自然をできるだけ回復させていきたいっていう、うん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 、そんな思いでやってますね。その今お話しされていた登山者の方も、うん、参加するっていうのは、うん、今後そういうのを作っていきたいということですよね。そうですね、はい、僕もなんかこんな偉そうなこと言ってて、じゃあ何がお前できるんだって言われると、まだ何もできないんですよね本当に勉強し始めたところなんですけども、まあ、実は今年1年かけてどうやってその登山する人たちを巻き込みながらの方法が取れるのかっていうのを今年1年かけてじっくり検証して、で来年からそういったものをね実際に始めていこうかなと、はい、そんな計画で動いています。楽しみです。
すごく、はい、その時はぜひ参加していただいて、はい、なんとなくその力持ちじゃないとできないかもしれないという思いがあるかもしれないんですけど、力持ちじゃなくてもできることってたくさんあって、うん、そういったプログラムも考えようかなと思ってるので、すごくなんかね広がります、山の世界が。へえ、ちょっと参加、なんかそのために山に行ってもいいやっていう気持ちになると思います。うん、参加もしたいですし、リスナーの皆さんもね、はい、その時の情報とかも番組としてお伝えできたらと思います。ありがとうございます。